椎名選手映ってますここに。いやめっちゃ そのうちは欲しいんですけど、僕もらってないんですけど毎年ね夏の花火があるんですけど、そうそうそれの記念として、ね、この着付けをしたのは私という。そうなんですよね。そしてこの椎名さんが着ている浴衣が今日私が着ています。竹内さんにお時間いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。選んでいただいて光栄ですけど、江戸時代から続く老舗ということで、着物屋として創業して172年になります。富山ならではの薬売り、着物屋の前はやってました。あ、そうなんですね。で、着物を始めたのは4代目なんですね。長くブランド力を持続してこられた要因みたいなのって、うん、家訓とか創業した人の思いとか、うん、そういうのはすごく大事だと思うんですよね。創業した頃というのは 100% の人が着物着てた時代なわけですよ。うん、永久連売っていう、うちにはずっと言葉があって、良いものを消費者の目線に立ってお求めやすい価格で販売をすると。世代交代の中で変革期みたいなのがあったと思うんですけど、戦争の後の混乱期みたいな時に、守るべきものは守る、変えるべきは変えるっていう、変えることも勇気だし変えないことも勇気だし、きちんと見定めていけっていうのもエピソードとしてはありましたね。需要もものすごく多い商品ではないような気もするんですけど、うんうん、どういったビジネスプランでやってこられたのかなって、うんうん、鋭い質問ですね。物を売ってるだけじゃなくて、着方から着ていく場所、あるいはもしかしたら着物を着てこういう風に楽しみましょうっていうコーディネートしたりプロデュースしたりするようにしています。その人をどう演出するかということですよね。その人が着物を着てどうありたいかっていうことをやっぱり僕らはコンサルティングしなきゃいけない。ゲストの方々にはパワーフレーズをみんなにお聞きしているんですけど、うんうん、コロナがこういう状況下にあって真っ先に思い浮かんだのが、幼稚園の時に教わった、暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。暗い中で暗い暗いって言ってても何の解決もしない、自分が進んで明かりを灯して人を導けるようなね、だから、まあ、そういうことが重要なのかなっていう、今はそういうふうに捉えてるんですけど、まあ、パワーフレーズお伝えできるとしたらこの言葉が自分ではいいかなと思いました。ありがとうございます。